はい、続きまして、アランボーイボーイ38さんです。見た目怖いけどゴルフの解説は超優しい宮下先生。お、なんか違う。森田剛二の小暮先生、似てない。先日、女子プロゴルファーの体力測定を特集している雑誌を見ましたと、はい、その中で握力について一般の女性と女子プロゴルファーとでほとんど大差がないという結果が結果に注目 しましたと。小柱の渡辺彩香プロも、握力28キロでとても意外でした。飛ばしに握力が関係ない、腕力が関係ないのはなぜでしょうか。脱力して振る感覚が僕には理解できてないみたいです。脱力スイングの飛ばしの秘訣を教えていただきたいです。よろしくお願いします。いや、僕が知りたい。お前早くか。組み立てろ。いや、女子は、だ女子の中では握力30って、ま、あの強い方なんじゃないの。逆にそういうこと、うん、じゃないの。いや、もしかしたらだって男だって平均だって40ぐらいでしょ、うん、一般の男って。あ、そう。まあ、俺らはあの50近くだけど。俺50ないかも。いや、でもお前手でかいじゃん。そう、手でかい、うん、でもあの腕力は関係あるね。そうか、握力と腕力違うんでしょ、うん、で渡辺彩香さんがだからその握力で、ね、なんで飛ぶのかっていうことだよね、うん、体大きいからじゃないの。あ、だから手が長いからじゃないの、うんうん、そういうことね、うん、って言っても女子プロって、うん、あの俺もあのエリカとかの辺しか知らないけど、多分おそらくトレーニングもすごいしてると思うし、うんうん、手のだけじゃなくてだけじゃなくて、うん、だから全部を使ってやってるから、うん、キャリーボール打てるわけでしょ、うん、っていうことなんで、まあ握力自体はそこまで必要ないのかもしれないね。なんか聞いた話によるとさ、諸富士、うん、もうなんか握力ないとかって聞いたことある。なんかどっかで聞いた記憶もあるかも。ね、うん、よくそんな引っ張り出しますね、昔の、うん、って聞いたことあるんだけど、まあだから握力はあんまり関係ないかもしれないけども、うん、いや、クラブが飛んでかないぐらいに握っとけ、握れればいいってことだから。だから俺、僕的な感覚は、うん、だから諸富士選手の話出すからだけど、握力っていうのも瞬発系の筋肉、うん、だよね。だから脱力して飛ばしてるわけじゃないよね、うんうん、力を入れないとやっぱ飛ばないと思います、うん、入れ方、うん、まあ、だから握力自体は関係ないのかなとは分析すると思いますけど、最低限の握力です、うん、腕力はある程度必要だだよね、はい、腕力を生かす体の使い方も大事ですよってことでいいよね、はい、ということです。これでだいぶいったかな。続きましてシャクトリムシさんです。ロングパットはダフリトップのないアプローチ場合、小暮先生まだまだ名言出ましたねと。いや、ダフルアマチュア多いんだからね。私も教祖と同じく自称感性、あるタイプなので、うん、ヨーヨーな攻め方のアプローチは楽しくて好きなのですが、はい、ロングパットは補足して振り幅を決めるという機械的な打ち方をしていたので、ちっとも楽しめませんでした、はい。しかし先生のお言葉を聞いた瞬間突然ロングパットが楽しみになりましたと、うん、で質問ですと、はい、このイメージだとアプローチ同様ボールの置く位置や構え方や打ち方をつい変えてしまいそうです、はいはい。パターでそんなことをしても大丈夫なんでしょうか、うん。もしプロでそういうタイプの方がいれば教えてください。まあボールの位置はね、だからプロゴルファーのそのはっきり全員のチェックしてないですけど、さっき僕の話になっちゃうんですけど、うん、僕は一球一球球の位置違うっす、うんうん。ロングパットはそれは見やすいんで左目に置きますし、ちょっとこれダウンブロー打ちたいなとか、あのライン消してとかあるんですよ、打ち方が。そうなんだ、なんだろうね、うんうんうん、だからいつも一緒のボールの位置じゃなくていいと思います。まだだから気にしなくていいんだよね、うん、この人はね、つい変えてしまうそうですって変えてもらってもいい。だからつい変えてしまうってことは感性じゃないですか、うん、変えてもいいってことですね、うん、はい、ということです。続きまして阿部隆弘さんです。いつも楽しく会計してます。質問なんですが、お二人のダウンスイングのイメージを聞かせてもらえますか、はい。ちなみに、自分のイメージは背中にクラブを置いてけぼりにし、うん、超振り遅れにすると左手が、猫の手のようになり猫の手だ、シャッコバイスってこぶってダスティン・ジョンソン、ダスティン・ジョンソン、
のようになり捕まった高い球が出ます。このイメージは危険でしょうか。いやいや高い球になるんだシャッターとして。だからいいんじゃないですか。いいよね、うんうん、俺のダウンスイングのイメージないんだよね俺は。ここの意識しかないから一歩してこれしかないからね。そうここの意識しかないからそうで終わるんですから。だってダウンスイングのイメージしたらもっと綺麗なトップになるでしょまあね、うん、と思う俺は。自分で解説してるんですかここしか考えてないからこっちはいいやと思ってるここだけまっすぐパーンっていければいいやって感覚だから。そこの自己分析切り返しとかの感覚ないんだよね。じゃあ僕のうん宮下さん絶対ね、うん、なんだそれって言う。うん、僕の意識はなんだそれ。いや言う前から僕の意識は、うん、バックスイング上げてトップから、うん、もう早く打ちたいわけですからヘッドスピードを上げたいしもう最短に下ろしたいんですよ。あのね要するにボールとクラブこうトップ上げるじゃないですか、うん、こっからもう最短に下ろしたいんですよこう、うんうん、だから遠回りしたさせたくないんです、うんうんうん、いやいわゆるキャスティングみたいな動きは一切したくない。だからもうこう最短でパッって打ちたいんですけど、うん、遠心力っていうのが加わるから運動によってね、うん、だからこう描いてるっていう意識、うんうん、クラブはこう描いちゃう、うん、本来ならチャックもうトップだったらもうこう動いてきて視点がここだからパッって打ちたいんだ。いや頭の中でもイメージね。だからそういうイメージで打ってます僕は、うん、最短を直線ということらしいです。イメージだからねこれはね。そうイメージイメージ、うん、OK です、続きまして広信吉田さん、はじめまして、いつも楽しく拝見しています。京さんと小暮氏に質問がありますと、アイアンが心地よく力まずグリッププレッシャーもなく練習をしていると、うん、決まって人から、うん、過去ローハンデの方より、はい、ハンドダウンしすぎだと指摘されてしまい、言われた通りするとグリップがしっくりこなかったり、うん、といまいちです、はい、アマチュアの星である、お二人のぜひご意見をいただければ幸いです、はい、ハンドダウンはダメですかね。いやハンドダウン俺全然いいと思うんだよね。逆に俺もハンドダウンしたいんだよねこうやってやるから俺は どっちかってあるからです。だからジャンボさんも昔はこういう感じだったからね、うんうん、だからハンドダウンになればなるほどインパクトの再現に近いわけだから、うんうん、右手の角度とかもできるわけよこの時点で、この時点で、はい、俺みたいにこうやってやっちゃうとここのダウンで作るしかないんだから。そしたら強烈なハンドダウンの人だったんですよ藤木さんみたいな、うん、いや俺はハンドダウンは全然ありだと思う。あり、うん、でしかもこの人しっくりきてるのにローハンデの人に言われちゃうんでしょハンドダウンだよしすぎだよねって言われちゃうんだ。もう大体ね、スコア出す人はね、もう上から目線で組んだから、ね、小暮みたいにね。そんなことはないですよお前そんなハンドダウンだからダメなんだよとか絶対言われてるんだよ、この人。あ腹立つよね、そういう人ねこういう人、こういう人もう俺言わないですよ。いやいや、お前は俺に対しては言うから、ね、そう、皆さんに対してはちょっとね。まあでも、この人はそのハンドダウンっていうかの形の方がこう右手も左手もこうソフトに握れていいっていう感覚なんだから、うんうん、だからそれで球が当たらないとかね言うんであれば、うん、ちょっと直せばいいっていうことだけど、うん、俺はハンドダウンは悪くないと。僕も悪くないと思います。ハンドダウンでどうやったから、要は昔のジャンボさんみたいにこうハンドダウンからでも体使って打てるんだったらね、うん、それに越したことない。だってアドレスっていうかバックスイングって関係ないから、綺麗なところに上げればいいっていうあれじゃないんで、だから別にハンドダウンから叩ければね、うん、いいと思いますよ。俺はさっき言ったようにハンドダウンの方のがもうある程度角度作れるから、うん、俺はいいのかなと思って。俺はできないけどね、うん、自分ではできないけど、うん、今度やってみようかな。いや無理、グリップができないじゃんもうこういうグリップなんでさフックだからね。そういやフックだけどできるよ。もっとフックになっちゃう、もっとなっちゃうっていうことなんで全然いいよね、はい、いいんで、なんかちょっと当たらなくなってきたとか力が入らなくなってきたとか言ったら、まあちょっと改善しようかなって考えてくれればそれではそれでいいかなと思います。自分の結局我流っていうか自分で掴んだものが一番ですから、うん、
追加でね、余裕がございましたら最近下半身を大胆に使うために左足ヒールアップしてスイングしますと。やりすぎはダメですかね。ちなみに私は体が硬いため下半身意識の方が自然に動けるため苦肉の策です。いや僕ヒールアップしなきゃ打てないです。そうだよね、ここではね、うん、体硬い人ほどヒールアップいいんだよ。そう、僕すごい硬いから俺ヒールアップしちゃうともう右膝どこまでも割れちゃうからあんまりヒールアップしてないんだけどヒールアップできないでしょ。いや、できるよ。そう、できるよ。俺にできないことないもんやめとこもうできないことないってさ、クロスを直すことができないでしょ、まず。いや、でも形だけ真似ようと思ったらできるよ。まあね、うん、でもそれじゃ意味ないからね、ということでヒールアップ全然やっちゃって。だってジャンボさんって、ジャンボさんだってヒールアップしないでどうやって打つんだってお前ヒールアップしないで打てんのかっていう。いや、だからヒールアップした方がタイミングも取れるんだと思う、この人はね、うんうん、だから全然もう自分でかもうなんだっけ、昔の人のヒールアップぐらい使っちゃっていいですよね。まあ、昔の人っていうか、まあ、ヒールアップする選手なんかいっぱいいるじゃん、うん、池田勇太もそうだし、うん、ヒールアップしない選手の方が最近になって出てきただけの話で、まあね、昔はだってジャンボさんだってヒールアップすげえ高かった、まあ、最近じゃちょっと低めだけど、うん、トップが浅い分ね、うん、あれだけど。いや、もう全然自分で考えてもらったやつなんで全然どん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 足使ってください。はい、はい、続きまして東広之さんです。早いって。いつも楽しく拝見しています。タイヤは小暮さん派、はい、ドライバーは宮下京子派です。はい、ダウンスイング中左手が右足を通過するくらいに、はい、左手を旋回するイメージでスイングしています。はい、アイアンは問題ないのですが、はい、フェアウェイウッドとドライバーだと、うん、右手首の外側を痛めることがあります。右手首の外側、ここだね。はあはあはあ、はい、それはもう皆さんに任せました。週3から5回約200球を毎回練習してます。週3から5回打ちすぎによるものなのか、以前の動画で競争しかできないスイングと話されていた、腕が体から離れている状態で過度にフェイスローテーションを意識しすぎなのでしょうか、はい、それともシャフトの硬さが合っていないのでしょうか。ちなみにドライバーは XR16 純正 SR シャフト 45.5 インチ、ヘッドスピードが47から49、アイアンは X4 自動2017年モデルモーダス 120S。 これこれアイアンがさ、はいはい、120S なんだってモーダス、うん、でドライバーに関しては SR シャフトの 45.5 インチ、うん、ちょっとアイアン重すぎるってこと。そんなことない。もしかしたら数値で見たら重いですね。まあ、ドライバーの飛距離は、260か70、それほど不満ない、うん、多少痛くても練習はできるのですが、はい、手首を鍛えるトレーニング方法ありましたらご教授ください、右投げ右打ちの元野球部です、うん、ちょっとでも右手首の外側こっちってこと。手首の外側だから、うん、右手、うん、左じゃなくて、うん、だからちょっと使い方かな、こうなって浮いてる右手首の外側痛める人って珍しいんですよ、うん、左のこっちをちょっと痛める人いるんで、手首ね、うん、手首とかこっちね、うん、右手の外ってことはこうなってインパクトしちゃってるところかな、うん、トレーニング方法はまあね、やっぱちょっと鍛えてもらった方がいいのかな。痛いから、うーん、難しいとこなんですけど、左手でもこういうちょっとクラブのあれでこういう起こす動きをやるのと一緒で、右手もこういう立てる動きをちょっとこうやれば、はあ、まあトレーニングにはなるんで、クラブでいいんで3度とかそのくらいで、おそらくこういうことかな。これで痛めるこっちじゃないよね、手首の外ですね。こっちが痛いっていうのはたまにあるんだけど、こうフィニッシュがさガーンって伸ばしちゃう人はこっちとか肩とか痛める人いるんだけど、右手首だからやっぱちょっとこういう使い方とかしてる、うん、いる人の可能性が高いから、まあ、やるんだったらこういう右手首をこういうふうに起こすトレーニング、
まあ、鉄アレとかそういうの使う必要ないんだけど、それからや軽くやった方がいいかなと思う。打てないことはないんですけどって、かなり、まあ、この人打ってるんだ、うん、だって1日200球だから1回以上打ってるってことだからね、無理練習してるよ、うん、だからまあちょっと痛みと相談しながらね、あんまり無理しても、まあ野球部だからね、まあ、少々痛くてもやるよね、うん、痛いって言ってるとレギュラー取れないからねうん、なんで、ちょっとそういうトレーニングするんだったらそういう感じかなと思います。続きまして、はい、続きまして願いましては、あれこれチェックしたかな俺、カップ過ぎてからハイレさんなんだけど、はい、パッティングの件で、はい、私も競争と同じくまっすぐ打つタイプ、はい、大きなやスライスラインはブレイクポイントを決めてそこにまっすぐ打つようにしてます、はい、まあこれさっき言った IP ポイントにね、はいはいはい、ただピン型を使っているので、はい、フェイス面が多少開閉するのは分かりますが、はい、あまり気にしません、はい、気にしているのはいかにボールを正回転させるかですと、ボールに書いたラインが揺らがずまっすぐ転がっていく方法を探しています、はい、いやそういうことだといいと思うんですよ僕は、うん、だってさ、宮下さんのさ、ボールの回転汚えじゃん。いや、なん汚くねえよ俺は超正回転、順回転ね、カップに吸い込まれるような順回転だっつうんだ、俺は入るときはね、イメージ、入るときはね、うん、ボール、だからボールに書くんだね、俺ボールに書くの嫌いなタイプだから、ミートゥ、多少ハンドファーストにしてロフトを立ててみたり、うん、少しアッパで打ったり打ってみたり、多少、左手甲の角度をキープしたりといろいろ試してますと、はい、正回転が強いと少しの傾斜や芝目にも負けないボールが打てると知り合いの新プレイヤーさんが言ってました。お二人はどう思いますか。いや、これはね、回転良かったらやっぱり あんまり状態の良くないグリーンでも入るんで、これは正解だと思います、はい、なんで、まあ、この人の練習通りこういろんな打ち方していかにいい回転になるかっていうのをパッティングやる上ではね重要だよねと思います。僕も、だって僕も本当いい回転すれば入ると思って打つんです。ショートパッドなんかそうだよね、うん、もうショートパッドのがどっかにあったな、質問ちょっと忘れちゃったけど、ショートパッドのはどうやって意識して打ってますかって。俺ショートパッドは基本的にもう芯に当てることしかイメージしてないから、芯に当たれば入ると思ってる。いや、そうなんして、うん、全部芯に当てて、いや、あるじゃん、ちょっと芯を外してさ、だからそういう余計なことしないで死を外そうとするのかな。なんで？なんでじゃないよ。あまり強い球を打ちたくないけど芯外したりしない。いや、だから言ったじゃん。俺フックラインの時は先っちょで打つっていうのは芯外すと。だからちょっと言ってることとやってることが違うんですよ。まっすぐまっすぐやるのに芯外すっていう時点でおかしいよ。いや違う、フックラインはね。だから。違う、ショートパッドは芯を外さないように打つってだけだから。うんうん、後の変な意識はない。なんでおかしなこと言ってる俺。普通に冷静に考えてね、もう一回再生し直して聞いてくださいよ。いや全然おかしなこと言ってないよまあいいや、はい、ということです。以上かな、まだあった。有村敦さんかな、はい、いつも大変ためになるレクチャーとトークありがとうございます。毎日近い頻度でアップされてて、いつも新しい動画を見るのが楽しみです。ということで、いろいろ質問書いてきてくれてますね。Mトレーサーという、パッティングの測定器みたいなのもあるらしいんだけど、うん、今回の内容に追加で恐縮ですが、はい、パッティング理論やった時ね、はい、パッドで質問させていただきます、はい、パッドが上手くなりたくて、ここ数ヶ月練習したり研究したりして、はい、距離感も方向性もそれなりに身につけ、うん、ロングパッドから2パッドできるよう、うん、練習場の有料グリーンで練習して、うん、またショートコースにも何回か出て実践して、はい、実践でも確認しましたと、うん、ところが先日本コースでいざパッドをすると、うん、2パッド目の1メートル以内のパッドが一切入らず、うん、これださっき言ってたの、全てカップを舐めてしまい3パッドになったり、うん、ひどい時は4パッドになってしまいます、うん、この状態からカップを舐めないように上達するにはどういう練習をするか、またどういうことを気をつければいいのか、お二人の意見を聞かせてください。カップ舐めるんでしょ、うん、カップ舐めるってことはカップ覗いてるはずなんですよ、うん、ということは強いっす。あのタッチがね、うんうん、カップを舐める時点でタッチやってたらコロンって入るから、うんうんうん、
だから、入れに行こうとしすぎて強い、うん、でまたグリーンで1メートルの距離をフォローで入れる練習をした後、ロングパットの練習を繰り返すなどして、距離感方向性を作ってきたんきましたと、はい、グリップについてはずっと準備グリップで、以前ザキプロのやっていた右手はほぼ置くだけで人差し指と親指がまっすぐのグリップで仕上げました。クローグリップってことかな。本コースでの惨敗の後は逆グリップで左手を伸ばして、持てるのもメリットを感じて、どちらがいいか試している段階で、あのカップを舐める感覚は本コースだけで悔しいです、うん、っていうことはだから 1m 以内でカップ舐めないように打ちたいって、まあだから1個ぐらいが今言ってたよね、うん、タッチが舐めるってことはカップ覗いてるわけですから、うん、ボールがタッチが合ってない、タッチが合ってただけだから、フォーパスするってことは打ちすぎなわけですからそういうことね、うん、そういうことだよね、うんうん、ということで、あのショートパッドもタッチはありますよってことだよね、はい、うん、タッチが合わないとラインができないです、うんうん、ということです。はい、続きましてゴリゴリさんです。この間フックグリップで回答してもらいありがとうございます。毎日暇があればグリップ握ってます。お、質問なのですが、スイングのインパクトの時左肘を曲げて打つプロがいると思いますが、どう思いますか。小学5年生の息子もゴルフをしているのですが、はいはい、引いてインパクトしていますと、よろしくお願いします。あの小学校5年生の、うん、花粉症、小学校5年生ですから、うん、今そんな意識いいんじゃないですか。まあね、その辺はね、うん、高校行くぐらいまでゴルフやってて、うん、小学校直さなきゃいけないタイミングが来たら直せばいいよね。はい、あの今はもう楽しくね、うん、ということでいいよね。だからどう思いますかって、あの要はジョーダン・スピートスとか、うん、あの日本で言ったら藤本くんだよね、うん、藤やん、藤、はいはい、うん、こうインパクト、インパクト、インパクトからこういう感じで、うん、まあでもどうなんだろう、あれが多分調整してんだよね、あの人たちのね、だと思います。ここはなんで悪くはないけど、だから要はターンさせないように打ってるってことかな、うんうん、そのシーンが分かんないからね、うん、肘抜いたことないからね抜きたいんだけど、スライス打つときしか抜いたことないから、いやいや、抜けた、絶妙なしかないからまあでも、そういう人がプロがいるぐらいだからね、うん、悪いことではないと、はい、いうことでいいよね。はい、このぐらいかな。あとはちょっと質問答えられてない人もいると思うんですけども、ご勘弁いただくかな。チェックしてくださいよ、ちゃんと。いやいや、線引いたんだけど、線引いてチェックしてんだけど、腰痛の話したっけ。してないですよ。したよね、90ラウンドぐらい行くって後半歩けなくなるぐらいって言った時、それは多分やったよねあ、やってないかな。谷口さんって方なんだけど、はい、昨年90ラウンド近く行き、ラウンドのない日はほぼ毎日練習場に行き、毎日に近いくらいクラブを握ってましたが、後半あたりから腰痛背筋痛に悩まされてホールアウトできないラウンドが多々あった。ラウンドの前に行うストレッチ、発揮屈指等あったら、あ、やってないかな。まあ一応じゃあやってもみか、2回答えちゃってことやってないと思うんですよ、僕は。やってない、聞いてない、うん、まずラウンド前のストレッチに関しては、まあ本当はやるのが普通なんですけど、ストレッチっていうよりも要は普段練習とかでストレッチとか何もしない人がゴルフの時だからってストレッチやったって効果、逆効果なんで、逆にストレッチっていうよりも要はなんだろう、関節を伸ばすというか、ちょっと筋肉をこう締めるっていう動きをしてもらった方がいいです。こうストレッチじゃなくて、こうなんつうんだろう、こうあの太ももの筋肉締めるとか、お尻の筋肉こうやって締めるとかぐらい、もうストレッチはもう体がこうゴルフのスイングの回転の動きをちょっとスムーズにする的な、じゃないと急にもう今日はラウンドだからストレッチってやっても逆効果なんだよね、うん、だから、じ
ジャンボさんもそうだけど、朝のストレッチってどっちかって言ったらトレーニングに近いことするから、うん、伸ばすっていうよりも ね、あのちょっと筋肉にこう、なんつうんだろう、テンションかけてあげるような動きをするから、うん、そっちの方が逆に怪我しないんじゃないかなと思ってる。さすが。で、湿布に関しては、まあ、病院で出してくれる最近流行りのロコア、うん、ロコアって、湿布っていうのがあるんで、ロコアだよね、あれね。そうです。なんで、まあ、ちょっとあの強烈で強いやつがあるんで、これももしあったら試してみてください。ロカテップ、うん、あんのかい、うん。続きましてカズ伊藤さん、はい、グリーンマーリーのアプローチについて質問させてください。落としどころを決めてそこに落とすことに集中しろとか聞きますが、はい、グリーンマーリーのアプローチの時に競争国営者は何を意識してますか。何を意識してますか。僕、うん、僕ね、落としどころを意識しないです僕は、うん、僕はね、距離感だから、うん、だってどんな球出るか分かんないから予測できないから、うんうんうん、俺もあんまりあのもう最初にこうやって見て、ああの辺だなっていうのがあったら、うん、もうあとは俺が意識してんの、うん、ここに入れるきちっと入れるっていうことか。ちゃっくりしようかな。ぐらいかな。まあでも上手い人になればなるほどどうなんだろう、やっぱ落としどころしかイメージしてないのかな、うん、まず入れるって入れなきゃいけないって思うこと自体があんまり良くないことだと思うんだけど、僕も上手く当たれと思ってるからその前に。だからまあアマチュアレベルだとその程度かな、うんうん、プロはおそらくあそこに落とすってやってるよね、うん、スピンコントロールはすると思うんですけど、うん、僕はそんな実力ないから、かわ、やっと認めたい。やっと認めたい。いやくしゃみする男やね。オーマイガッド。ということで、小暮氏のくしゃみでお別れしたいと思います。はい、ありがとうございました。許さないでよ。